はい、こんにちは。こんにちは、フリースピリッツです。フリースピリッツです。はい、今日はこちらフリーザンのジェッタートートバッグをご紹介いたします。はい、はい、めっちゃ白いですね。めっちゃ白いです。これはね、イタリアの高級なシュリンクレザーを使ってまして、はい、やっぱり白が特徴ということで、皆さん白のカバンって聞いたらやっぱり汚れそうとかちょっと懸念されるかなと思うんですけども、こちらは強撥水加工が施されてまして、名前の通り撥水効果がすごいあってですね、水弾いてくれるんですけど、同様に汚れも弾いてくれるので、以前にですね、3年ぐらいこのジェッターを使った方の写真見してもらったことあるんですけど、全然汚れてなかったんですよ。その白いままですか？白いままでした、本当に。だから変に黄ばんだりとかないので、ずっと綺麗に使えるんですよ。で、その方曰く全然手入れしてないらしいんですけど、で、雨の中結構使ったということで、なので手入れするとより白いです、なるほど、でも手入れしなくても白いまま綺麗なまま使えるという。そうなんですよ。やっぱりシュリンクってこうシワ加工になってるんで、そもそもやっぱり傷つきにくいですし、目立ちにくいっていうところもありますね。なるほど。で、ハンドルもちょっとね、気持ち長めなんですよ、普通のトートと比べると。そうですね。はい、でちょっとこう細い紐なんですけど、これ細いからなんか一見痛そうに見えるんですけど、すごいここソフトな革なんで、肩にかけても全然痛くなくて、食い込んだりしないんで、すごい肩にかけた時もストレスフリーで使っていただけますね。なんで、白のカバンって結構抵抗ある方もいらっしゃると思うんですけど、これはやっぱりね、めっちゃおしゃれなんで、1回は持っていただきたいなって思ったりしております。はい、で、肝心の機能なんですけども、こちらですね、背面のところにポケットがついてて、これファスナー付きのポケットなんで、結構大事なものとか入れたりするにもなかなか、ちょうどいいポケットがついてて、これ結構広いんで、意外ともうこのサイドのポケットにも何でも入れれるんですよ。で、この留め具も結構おしゃれで、これ結構珍しいですよね。ここで、ジョイントするタイプなんですけど、見たことない形してますね。ですよね。だいたいファスナーとか、ボタンがパッてパチって留めるもの多いんですけど、これ結構珍しいですね。意外とおしゃれなポイントで、あとはここにもファスナーのポケットがあって、でも結構広いんで、財布とか入れるのにちょうどいいですね。貴重品類。で、ここにもポケットがついてて、ちょっとちっちゃめのポケットですね。そうですね。で、こっちにもポケットがついてるんですけど、これも結構しっかり取ってあるんで、比較的分厚い文庫本とかがこう縦に結構すんなり入るようなサイズですね。で、マチがしっかり取ってあるので、結構何でも入りますし、秋春アウター着てて暑くなってきた時とかにも脱いでこう入れることもできるぐらいの容量はしっかり確保されてますね。中の生地とのコントラストが結構綺麗なと思ってて、茶色と白のこれは結構気に入ってるポイントなんですけど、でもおしゃれですね。ポケットの白い縁も可愛いですね。そうなんですよ。これはね、男女ともになんか使いやすい配色かなと思ってますですね。なので、ちょっと白という先入観抜きにして一回使っていただきたいなと思ってますので、ぜひちょっと店舗で実際に見ていただきたいなと思います。はい、はい、では、ありがとうございました。ありがとうございます。はい。